大谷五毛村大谷五花村7月27日昭和33年4月26日は政治家、作家、本名、五平。1891年、福島県五花村に生まれる。陽明を五十一郎と言った。五花人情高等小学校、福島県立朝霞中学校に学び、久米正夫とクラスメイトになり、深い信仰を結んだ。 この頃より端子系文芸に興味を持ち、川柳や利用等を作り始め新聞や雑誌に投稿するようになった。1912年4月、明治大学に進学。在学中に川柳復興運動の先頭に立って活躍した井上健嘩坊について川柳を学ぶ。大正川柳発行の際には会員になり、後に同人となり活躍した。明大卒業後は、 家業の醸造業に携わる傍ら、川柳作家として活躍し、全国的に高い名声を得る。当時、分断で活躍していた吉川英治とは深い信仰があり、川柳作家として、共に名声の高かった川上三太郎、前田若郎等とは共に川柳を文学として広めるよう努めた。作家活動の傍らで、実業家として、白川実業銀行を取り、 棚倉電機、株式会社取締役、白川電灯株式会社取締役、郡山商業銀行取締役などを歴任した。また政治活動にも励み、1923年に壊れて後家村長に就任し、1928年に再任。1939年9月29日から1946年4月23日には、貴族院議員を務め、 1942年から1945年には白川町長を務めた、1958年4月26日、永民、大谷護兵に関するカテゴリー、ありがとうございます。